胸をきれいに出せることと、あとは下のお手入れですね。包容力がある人、そう、包容力があって、なんか自分が手の中で泳がされてるような感じで、でなんか間違ったことをしたらそうじゃないでしょって、そういうふうに教えてくれる人、うん、